さあ今日もやってくんだけど、今日はねラージャンに行こうと思うんだけど、はいこれ、まあラージャンといったら氷が弱点だからね、アイシクルダガーで行こうと思ってるけど、ちょっと切れ味がな、ちょっとうんちなんだよね。でしかも双剣さ、ちょっと使ってないからちょっと無理に今回使おうみたいな感じなんだけど、ラージャンと双剣ってどうなん？俺ちょっと頭の中でイメージしたけど、相性良くなさそうなんだよね。ちょっと一応さ、緊急事態用に、痺れ穴3つ持ってっていい？落とし穴はちょっとネットに、あれだわ、余裕がないから持っていけないわな。閃光も特に意味ないから、そうだな。あ、あれだ。ついに競争薬グレートを解放するか。俺今までずっと競争薬で代用してたんだけど、相手が相手だからな。金獅子襲来9900か。あ、じゃあこれあれじゃん、リオレウス希少種と同等の価値だと思われてるな。行くぜ。いた、え、ムービーがない、ムービーがないぞ。え、初めて会うのに、それはちょっとあれじゃない、ちょーっとどうなるかな。俺ね、正直ちょっと弱気だよ。今までにないぐらい弱気かもしんない。ちょっと双剣で枯れるイメージつかないな。まあとりあえずちょこちょこと頑張って殴ってはいくけど、え、マジで自信ない。どこで殴ればいい、双剣。ちょっと待て、本当に待ってくれ。いやブレス、こん時に殴りたかったな。とりあえず前入って、オッケー、来た。うわー、前足判定あるのか。あぶれあぶれあぶれ、オッケー、ブレス前足判定あるから、あれ、これこれあれだね、自分から離れた時にブレス打つっていう AI だなこれ多分。いやー、ずるいな、カさん。強制グレードの効果を切れるの待つのやめろ、お前。後ろ足だなー。まあ、後ろ足テントも狙えるしなー。さあ。よしよし。で、前足じゃなくて、しっかり後ろ足乱暴を決めると。で、ここは一発殴って、さ、退散。で、これフレーム回避で、一発殴れる。オッケー、振動はフレーム回避でどうにかなるな。ここ乱暴いけんじゃない？無理？いや、アップね、今な無理だな。たまたまいけたわ。ちょっと緊張感あるな。久しぶりに金レイヤーが緊張感みじんもなかったかな。で、こう離れるからブレス打つと。で、この時、ブレスしてない時もある。はめられたわ。オッケーオッケー、ただ溶けた。いや、まだ怒ってないからね。離れた。離れると、あー、やっぱ、まあ、大抵は離れるとブレスっていう言葉だなってる感じはするね。ほっ、オッケーオッケーオッケー。待て、火山があって、火山じゃねえわ、溶岩があって全然切れねえ。これはオッケーオッケー。いやー、これバックステップ強いなー。殴った後バックステップ警戒で切りに行けないなー。いや、これやばいぞ。やっぱ双剣相性良くないな。切りどころ全然ねえよ。かといってあれだもんなー、ビートセーバー撃ったしな。ビートセーバー撃ったらがここでめちゃくちゃ痛くなってくるな。切るとこないね。もう無理やりここかな。あ、怒ったね。まあ、HP 低いからな。無理やりあそこで殴るのは全然選択としてはありなんじゃね。まあ、でもこんだけしか切ってないのに怒るってことはやっぱり HP は低いな。バックステップ来るか来ないか。お、ここ前足乱舞いいね。で、ここは一発からの奥に進んで、オッケーオッケーオッケー。これは多分あの怒りラージャンじゃないと、激高の方じゃないと2回連続じゃないはず。激高は3回か。よしよしよし、いいぞ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 。で、ラージャンは尻尾切るとあれなんだよね、なんだっけ、怒らなくなるっていう特性があるんだよね、確か。ただ、尻尾を切るのはね、まあ、ご覧の通り至難の技だから、狙いにはいかねえぞ。
特に双剣はね、まあ、シビリアなとかかければあれだけどね。あと、ラージャン怒ってる時、だっけな、確か。シビリアな効かないから。これ豆知識。シビリアなじゃねえわ。なんだっけ、あれ。あれなんだっけ。落とし穴効かないから。あれ、怒ってない時だっけ、どっちだっけ、効かないから。主人やな人は。あれしてな。意識してな。オッケーオッケー。俺、上手くない？かなり被弾は少ないし、狙いどころもう分かってる感がありますねとか言って、よしよしよし、来た来た、これ唯一の希望。いやー、これだなー。双剣以外もそうかもしんないけど、やっぱ一番被弾率高いのは、このバックステップだと俺は見たよ。転倒しない？まだダメか。後ろ足しか転倒しないかな。これバックステップ怖いんだけど、ちょっと俺殴りに行くね。あー、殴れないか。さあ、こんなに慎重な俺は、なかなか見れないよ。プレス！よし！多分前足の方が肉質柔らかそうだね。なんか太いし。なんか太いしな。バックステップするな！バックステップするな！よし！で、前に進む！オッケーオッケーオッケー。この視点のラージャン、方向にぶっ飛ばし判定あるぞ。クロスがないよね。え、ビビリなんだけど。まあまあまあ、エリア1、そこそこいい感じだけど、時間はかかるぞ、これ。シビリアね、やっぱ使うべきだな。3つ持ってきて正解だな。かっこいいな。怒り状態が治っ、うわっ、あっ、この技忘れてた。やばい、急に何なんで急にそんな対応するようになった。あ、これもやってこなかったね、さっきまで。なんだ、急にこいつ多様な技を使い始めた。俺をようやく好敵手と認めたか。バカめ、遅いぞ。俺は初めから好敵手だ。見ろこのうまさ。でちゃんとかわして、で怒ってない時しびれやんの行きたいな。オッケーオッケーオッケー。一撃殴って、よしよし、この大衆山受けてもいいでしょ。これが強い。しかもダメージ、やばい。強速切れた。あー、範囲広いな。どっち先飲む？競争先飲む？あ、怒り直った。いいタイミングだね。あー、こればかやった。と思ったけど、接待したな。まあ、双剣だから接待して もらわないと困るわ。まあでもそこまで相性悪いわけじゃないかな、双剣と思ったほどね。で、ここに、あー、やべ、そっちかよ。トゥアー！ここだな。いや、まあランプでもよかったけどね。で、一番肉質やらないとこってこいつどこなん。顔面、顔面柔らかいイメージあんまないけど、まあいいや。将来角が必要になるかもしれないから一応。うわ、ここで切り味落ちた。最悪なんだけど。顔面切って、多分これで怒るな。怒んない。しかも角全然壊れないやないかい。これ2段階やらかいだから無理やで。これ狙えないな。これ溶ける。オッケーオッケー。で、回復。多分怒ってる時はあのちっちゃい方のじゃない。ぶっとい方の弾使ってこないはずなんだよな。よし、ここで鬼神化。攻めるぜ！頑張れ！頑張れ！バックステップ。来ないか。あれからは派生しないのか。いやー、なんか何からでもバックステップは普通に派生というか、なんか、適当な技で何でも使ってきそうな感じだけどね。これ普通に殴りに行くの。大丈夫大丈夫、当たんない当たんない当たんない。で、ここ一回くるっと回転。うん、攻め方やばい。攻め方間違ってない。むしろうまいと思うわ。これは自画自賛できるレベル。双剣で始まりの初めての始まりだからな。やっぱでも強いな。ちょっと金レイヤーとかあいつはなかったな。うん、でこれで当たんないよね。当たんない当たんない。オッケーオッケー。で、ここで鬼神化して、大丈夫大丈夫。ちょっとブレス打ってほしいなー。ブレス、あよー。よしよし。ここでじゃあ、シビリアナを、ちょっと調合の仕方が、いや、これ置けんじゃね？無理かな。置いて食らうのが一番ダメなんだよね。オッケーオッケーオッケー。え？ IQ5 億かよ。回復先行こう。久しぶりの、 T
ヒガレックス以来の緊張感のある狩りだ。突っ込んでこい。あー、ブレスか。そっちのでかい方があるから怖いね。怖い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 。よしよしよし。で、これさ、あ、いけるな、これ。次の火怒り状態の時に、顔面壊せるんじゃないか。で、もう調合遅いから、ここで調合しておくと。完璧なプラン。うわー、ブレス中やりたかったな。近距離でブレス打ってくれるのが一番いいんだけど。バックステップ来るか？来ないなー。あれ怖いよね。バックステップ怖くて、でもこれもバックステップ怖いし。確実に殴るなら本当に、どこで殴るんですかって感じじゃない？あー、これ飛ごう。どうせ隙ねえから。あ、やばい、はめられた！ぶねえ、一撃じゃなかった。よしよしよし、危ない危ない危ない。オッケー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 。いや、避けらんで、強い強い。やっぱりできることが少ないセカジキャラ、あのハンターがフレーム回避無理か。ハンターができること少ないから、めっちゃラージャン強く感じる。一発だけ来て下がってきたー。久しぶりのランプチャンス。ほい、ほい。じゃあ、バックジャンプ強すぎー。回転しろ、回転。あ、これいけるべ。ダメ？ダメなの？来た！飲む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 。間に合え間に合え間に合え。あ、怒り治った。ねえ、怒り治るの早くない？なんでこんな怒り治るの早いの？将来、あ、これバカなところに仕掛けたか？お願い、何も知らないで。あー、よくないなー。で、将来を見越しての角破壊。ラージャン武器、なんか、作るかもしんないからね。一応立ち、よし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 。もう一ラウンドぐらい。怒れ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 よ。オッケーオッケーオッケー。え、切り味落ちるの早すぎない？切ったらすぐ溶けちゃうな、これ。これは研いじゃおう。まあ、悪くないプレイじゃん。ね、ラージャンさ、HP 低いし、氷弱点だからさ、氷もさ、あれだよね。ちょっと通るとかじゃなくて、バチクソ通るよね。この武器、よっしゃー！意外と、意外と早くない？あ、12分だ。やるじゃん。映画って、まあ普通の素材だよな。あ、なんかあれかもしんない。双剣相性悪いかなと思ったけど、なんかタッチとかよりよっぽど細かく動けるから、ランブ打てるときは打てるし、そう考えると、なんか双剣の方が結果的に良かったかもしんねえわ。さあ、角は出るね。尖閣に黄金の毛って多分、あ、しかも尻尾。え、報酬としてはもう100点じゃないか、これ。上位のラージャンの一番レアな素材って、だって、あれだよね。ラージャンハートって、あ、ビッグサイズだったんだ。ラージャンハートって G級からだっけ？それともあれだっけ？そもそもラージャンハートはセガシーというか、セカンドベースじゃないんだっけ？ちょっとわかんねえや。そういえば、コメ欄でさ、前回、名槌の尖閣ゲットするのがめんどくせえなーからの G 級行ってからでいっかみたいな話してたけど、レイヤーの体験が、まあ、竜属性になると、あれだよな、多分 G クリンデかな？レイヤー種とレウサー種の武器じゃなかったっけ？多分そんな感じだったと思うけど、まあ、せっかくおすすめしてもらったなら作ろうかなー。まあ、ドラゴンキラーの方はちょっとね、って感じだから、そうだな。これ作るか。鬼人役グレーとか。まあ、今思えばあれだよな。G 級装備でさ、上位なづちの尖閣ゲットしてもさ、それは強ザメだったよな。いやー、いいとこで気づかせてもらったコメントに。ありがとう。怪力の種と、怪力の種と、増強剤で鬼人役で、確か鬼人役と、フルフルエキスで、よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。あとはあれだよ。素材にね、つまらないことを祈るわ。なんかレアな素材とかさ、必要だとちょっと。お！ G クリンでは無属性か。ティタルニア。あ、竜入ってるね。スパールカタスブレード。俺が一番嫌いなタイプの武器だ、これ。ティタルニア。こっちでいいのか、それとも G クリンでに派生してか。てか G クリンで強いなぁ。欲しいのは竜属性なんだけど。ただ俺としてはね、まあ調べるのはこれ愚の骨頂なんだよ。ここで攻略とか見ちゃうのは愚の骨頂だから、
はどっちが正解か分かんない。正直こっちかもしんない。もしかしたらこっちからリオレース足とかの流属性のいい武器になるかもしんないけど、まあぶっちゃけ武器は何でもいい。弱すぎるとちょっとあれだけどさ、強すぎてもさ、なんかそんな攻略実況じゃなくてさ、まったり調べずにちょこちょこやる実況じゃん。うん、これ気に入った。キタルニア、これにしよう。んで次がブラッシュディム。お、待って、俺攻撃持ってるからさ、これ俺じゃん。桜レイヤー、うおお強い。桜レイヤー行くだけで見学と上輪なんて簡単に作れんじゃん。オッケー、ちょっと今日は桜レイヤーぶち殺し。おいおい、これ、おお、これ嘘だろこれ。おい、衝撃の事実発覚したわ。これレウス足とレイヤー足のクエしかない。どうしてだよ、カプコーどうして単体クエ用意してくんないんだ。ちょ、集会所見るか。でも集会所ってだってあれなんだよ、攻撃力も HP も、もう全然違うの。体力なんてさ、ヒルミッシュかも全然違うから、なんか体感2倍はもったない 1.7 倍ぐらいに感じるのよ。そんなんやってられへんって、普通ないよなぁ。しかもまあ尺的に今回こんなもんか。まあ、レウスアッシュレイヤーアッシュ行くとなると、やっぱあいつらの G 級モーションまだ見てないから、そっちもちょっとねちょこちょことね見ながらやっぱ動画作りたいから、まあ今日はラージャンの緊張感のある試合ができたから、まあそれで尺もだいぶ取ったしいいだろう。ちょ、次回ちょっと行くわ。あと生放送でちょっと集会所もクエ夢手伝ってもらおうかな。さらば。